こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ちょっと今日はね、禁断の動画撮っていこうと思います。はい、今日話す内容なんですけども、みんなが撮ったのに全然使わなかったキャラ20戦イエイ。まあこれどういうことかと言いますと、皆さん多分ね、いろんなキャラクターを強いから交換とか、強いからガチャで引くとか、まあみんな頑張ってると思うんですよ、パズドラね。まあ最近のキャラで言うとですね、まあ例えば、まあなんだろう、無一郎とかかな。無一郎実際めちゃくちゃ強いやん。だからみんな頑張って引いたと思いますし、まああと最近のキャラで言うとピトーとかね、みんな取ってると思うんですよ。実際強いじゃないですか。ね、ここらのキャラってすごい強いと思うんですけど、逆に全然使わないキャラもいっぱいいるんですよ。もうこうやってゆうこるチャンネルのボックス見てると、こいつ作ったのに全然使ってねえな、みたいなキャラいっぱいいるんですね。なんで今日はそのみんなのね、使わなかったキャラ20選を紹介してね、もうみんなのね、怨念をここで晴らしていこうと思います。ということで、もう早速1体目から話していきましょう。さあ、ということで、まずは1体目、デンジからスタートしていきましょう。まあ、デンジね、ちょっとね、めっちゃ最近のキャラすぎるんで、この動画に入れるにはちょっと早い、気が早いキャラではあるんですけど、あまりにも実装当時から極端なまでに使わなくなったんで、ちょっと話していこうと思います。まあ、バインダースキルさん封印ボイス持ちで30ターン変身でね、結構ターン重いんですよ、変身ターンもね。ただ、リダチェーン変身なんで、76インオーバーできますと。で、バインド封印指2つに自動回復プラス、無効感6個ボイス持ちで、まあ、無効感6個で火力は出せて、スキルも上限80億、HP35% 回復、6解除、火闇9個ずつ生成が3ターンで打てるんですけど、まあ、このね、チェーンソーマンの問題点としては、まず無効感6個しかないから、火力が想像以上に低いです、これ。思ってるより低いの、使ってみたらわかるんだけど。まず火力がやっぱ低いくせに三属性持ちだけど火力を活かせないっていう感じ。弱点ってやっぱスキルも上限80億 35% 回復6解除火闇急行生成なんだけど、せっかく76番面だったら普通に回復作って回復自力でね、サブで回復力上げて雲が絶対強いんだよね。にもかかわらずこれがリジェネループになってる上に、しかも 35% 回復で、しかも3ターンスキルだから回復力も微妙で3体必要っていう欠点があるのよ。で、何よりの欠点が、火闇ってスカーレットウィッチとかスパイダーマンベノムとか無効貫通のすごい強いキャラがいっぱいいるんですけど、そんな強いキャラがいっぱいいる中で、このデンジを使うメリットがほぼなくて、リーダースキルもね、控え身9個消し1個につき攻撃9倍固定500万ダメージ、闇火の同時攻撃でダメージを激減、火闇の HP が 1.2 倍と、まあ一応リーダースキルでね、無効貫通1個組むことに9倍で2個組んだら81倍と、すごいね、面白い火力を持ってるリーダースキルはあるんですが、まあ所詮やっぱり81倍止まりということもあって、まあなんかね、その実装当時デンジは強いのか強くないのかみたいな話あったんだけど、意外とね、その使ってみたら強いんじゃないか説とかもあったんだけど、結局使ってみて、まあ弱くはないなぐらいの感じで、すぐに消えました。本当に最近のキャラなんで、ここに入れるのちょっとあれなんですけど、しかもこのチェーンソーマン実装の数ヶ月後には黒飛びが消えて環境がガラッと変わるんですね。そんな直前に実装されて使うわけねえじゃんってことで、あまりにも環境にすぐ飲まれたキャラということで、まず1体目チェーンソーマンですね。はい、次行きましょう。さあ、ということで2体目はジョシュアですね。バインドスキブさん 2way ボイス持ちの25ターン延伸のキャラなんですけど、ジョシュアね、バインド回復ドロキョ4つ、10強3つ、2way 浮遊ボイス持ちで火力出せますと。で、しかも回復ドロキョも4つあって回復も漏れます。さらにスキルも消せないバインド HP 全回復、2ターン属性吸収サブの攻撃2倍と、サポートに加えて属性吸収も対応できるんですよ。あれ？ジョシュア強くね？ってなって、ファイナルファンタジーコラボを交換した人もすごい多いと思うんですね。ただ、現実としてこのジョシュアに待ち受けてたのは、あれ？それレイランバードでよくね？っていう話です、本当に。あまりにもレイランバードでよかったんだよね。結局、まあ、ジョシュアも悪くはなかったんですけど、まあ、やっぱり回復力がジョシュアよりもね、めちゃめちゃ漏れるレイランバード。しかも、レイランバードってジョシュアよりも火力出せるんですよ。なぜなら、上限解放寸剤が付けられるから。しかも、変身時、ジョシュアはね、ただ25ターン変身だけにもかかわらず、レイランバードは2ターン変身もできたんですね。で、さらにスキルに関しても、ジョシュアは属性吸収あるとはいえども7ターンスキル。それに対して、レイランバードは6ターンで4食時に6解除に、サポートができると。ってなったら、もうそんなもんレイランバードでいいんですよね。だから結局レイランバードに一瞬で座を奪われて、もうほんとすぐ消えました。
当時はちょっと使えるかなって思われてたんだけど、レイランバードでよくねっていうのがどんどん増えていって使われなくなったイメージですね。一応このスキルすごい強いんですよ。7ターンスキルでめっちゃ優秀なんだけど、この1ターンダメージ無効化とかもほぼ使わんくなって、正直割合に対してももう今リーダースキルで対応するのは当たり前で、割合に対してスキル使わなきゃダメなキャラとかはっきり言って弱いんですよ。基本的にね、100歩譲って軽減ループだったら全然 OK なんだけど、100歩譲らんでも軽減ループで450パレー対策できるリーダーって十分なんですけど、なんていうの、今のパズドラでこのダメージ無効スキルがないと割合の先制攻撃を受けれないみたいなキャラっていうのはもうほぼ使われてなくて、まあ分かりやすく言うとウルフデイトなんですけどね、僕がやってるの今ウルフデイトなんで使われると思いきや当然使われないんですよね。なぜならウルトナが消えたからっていう環境の変化もあって、かなり使われなくなったなっていうキャラではあります。レイランバードが全部悪いんだよね。ということで2体目はジョシュアで次行きましょう。さあということで3体目はロイド・アーニャウルです。これも実装当時はもしかして結構強いんじゃねみたいな 1,2 週間は結構流行ったんですけど、まあユーコロチャンネルも結構使ったんですけど、まあすぐ消えたね。すぐ消えた。まあてか当たり前だよね、このロイド・アーニャウルがいる環境って黒飛びいる環境なんですよ。そんな環境でロイド・アーニャウルが使われるかっつったらやっぱりちょっと使われづらかったんだよね。覚醒も3色アーチコ無効化 L 字プラスと火力は出せますけども、所詮火力出せるだけで、まあ、スキルもね3ターンで指バランスの攻撃2倍落ち込んだし、火光闇回復の落ちてくる、まあ、これも必死にヤマピーがねボンドアーニャと組み合わせるとね、3体必要ありません、ロイドアーニャル2体とボンドアーニャでループできるんですみたいな必死に言ってたんですけど、まあ、結論から言うと強くないということで消えました。リーダースキルも全パレ 4.8 倍、攻撃6倍、3コンボ化3固定1ダメージで、割合対策もできないんですね。で、まあ、その割に3コンボ化3固定1ダメージしかない。で、このキャラもなんと変身不要な代わりに、レベル99止まりなんで、超覚醒もない、潜在で上限解放もつけられない、火力も低いということで。まあ、本当にすぐ消えましたね。ましてや、この後、ね、裏奥長とか来るわけですから、戦えるわけがないんですよ。まあ、っていうので、まあ、環境の波に飲まれたというよりかは、単純に性能的に物足りなかったので消えたキャラって感じですね。まあ、結構僕去年のコラボの中でスパイファミリーコラボは最もパズドラ運営が失敗したと言ってもいいぐらいのコラボだと思っていて、まあ、なんていうの、そのなんか結構微妙なね、性能が偏りすぎてたんで微妙なコラボではあったんですよ、実際性能はね。っていうのもあってロイド・アーニャウルに関しては実装当時みんな結構引いた人も多いと思うし、頑張ってゲットした人もいるとは思うんだけども、結論から言うとほとんど使われずに消えてったキャラというイメージですね。まあ、これはもう仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、まあ、分かりやすく言うと弱かったキャラって感じです。はい、なので3体目がロイド・アーニャウルです。当時はスパイファミリー熱かったんだけどね。まあまあ仕方ないですね。次行きましょう。さあということで4体目はベルガーですね。これはちょっと語らせてくれ。これ石5個ガチャである鍵の勇者と滞在流のこの最高レアリティ枠だったんですよ。で最高レア枠なんだけど必要キャラ数がなんと衝撃の4体、最低でも3体はいるっていうマジでヤバいキャラだったんですよ。まあどれだけ妥協しても2体は必要だったんですね。だからえぐいぐらい確保する必要があったんだけど、23ターン変身スキル4つ持ちで変身できて、まあ、超つなげし3つ持ちで軽く出せますと。でスキルも2ターン無効貫通に6解除上段2列を非下段2列を木に変えれて、リーダースキルが1機の HP5 倍、ヒカキを急攻撃して攻撃40倍固定1000万みたいな感じでね、もう超つなげ周回の中でこの当時破格でした。この時シバダラがまあだいぶ使われてて、まあ、シバダラ無双状態みたいな感じではあったんだけども、それは言い過ぎか、でもそんな感じではあったんだけど、ゲルググとかね、そんな時代にこれが実装されて、まあ、超つなげ3個、スキルも無効貫6解除生成、リーダースキルも HP5 倍、ぶっ壊れチートやみたいな感じで周回勢がめっちゃ頑張って3体4体と確保したわけですね。だからベルガーを頑張って取った人いっぱいいると思うんですよ。僕もだから3体取ってるんでめっちゃ頑張って取ったと思うんですけど、これね何がやばいって、このキャラは確かに実装当時は強かったんですよ。実際本当に破格でパズドラ壊すぐらいの勢いで強かったんですよ。この当時ぐらいから強調がずら周回されるようになったんですね。だから本当ぶっ壊した1体なんですけど、この直後ですよ、この直後にあのキャラが実装されたんですよ。そう、それがみんな大好き電撃文庫コラボの三坂美琴です。この三坂美琴も最高レア枠なんで入手はすごい大変だったんだけども、まず確定ガチャがあったから1体所持数が少なくてよかったところと、さらに3ターンスキルだから自軍2体のマックス3体で済んだんですね。だから課金額も少なめでいいと。でさらにスキブ3個持ち2ターン並走76マスリダチェン、もう一回言いますね、さっきのベルガーなんですけど、
ベルガーに関しては23ターン変身で、特に閉鎖とかもないスキビオツモチのキャラです。それに対して三坂美琴は25ターンとはいえども2ターンヘイスト変身できて76マス持ちだったんですね。で超つなげしにこう浮遊で火力出せて、火力もまあ正直ベルガーより高いんですよ。で単種で光属性だから使い勝手もいい。でスキルも無効貫通ロック解除、まあ、中央1列なんです。これ2列生成が3ターン。さらにリーダースキル落ち込んだし持ってて、耐久値は HP2.2 倍半減とベルガーに比べたらね5倍対実質 HP4.4 倍なんで三坂美琴の方が弱いんですけど、割合対策もできる攻撃35倍固定1000万持ち、こんなんずるいやんね。これがこのねベルガー直後に実装されて、案の定三坂美琴はベルガーですらできなかった億兆のずらし周回を可能にしたんですね。この当時億兆をずらし周回するなんてありえなかったんですよ。ただそれを可能にしたのが三坂美琴っていう話ですね。だからもう当然ながらぶっ壊れチート最強で、三坂美琴はベルガー引いた人からしたら、あれ俺らなんで石使ったみたいな感じで、もう周回勢をぶっ殺した原因の一体ですね。マジでこの時から周回勢もこういうぶっ壊れキャラが出てもね引くかどうか判断するの迷いになったと思うんですよね、まあ、っていうのが今回の闇の原因の一個であるベルガーさんでした。ベルガーは本当にこの三坂美琴のせいもあって実装してからすぐに使われなくなったキャラだと僕は思っています。まあ、まだ実はコソコソは使われるんですけどね。やっぱりもう全然そうなんて実装当時に比べたら全く使わなくなりましたね、本当に。っていう感じになってます。さあ次行きましょう。さあ続きまして、仮面ライダーディケイドです。これもね、実装当時はちょっと話題になりました。バインドスキビオン封印で26ターン変身のキャラですね。そして交換可能だったんで、まあ、当時結構ね、話題になったんですよ。で、3属性持ち、バインド封印チーム HP10 強烈 L10 プラスガードベル持ちで、アシスト無効回復対応できたりとか、あと火力も出せますと。さらにスキルも上限60億に指回復マシンの攻撃 1.5 倍が3ターンで打てて、まあ多色のサブとして使えるキャラだっていう感じで話題だったんですけど、まあ結論から言いますと、ディケイド、エクシアでよくねっていう話。いや本当にもう、それが全てです。いやマジでこれなんでディケイドが話題になったかっていうと、エクシアも当時3属性持ちの、まあ、この火力持ってて回復指自分の攻撃3倍、上限70億持ってたんですね。だからそれもあってディケイドももしかして強いんじゃないみたいな感じで話題になったんですよ、まあ、ただ結論から言うと本当にエクシアで良かったね、マジでね。あの結局この後もずっとエクシアが強くて、ただエクシアが強いっていう理由だけで使われなかったキャラですね。もうこれこそ本当に不憫なキャラって感じです。まあやっぱ火力的にもね、やっぱエクシアの方が優秀だしね、尖ってたらやっぱエクシアの方が強くて、ディケイドも実装当時エクシア風のキャラということですごい強いんじゃないかと話題になりましたが、もう僕の中ではマジで使われずに終わったなっていうキャラのイメージがあります。まあ、とはいっても実装当時は少しは使われてるんですけどね、あまりにもこのキャラはエクシアでよくね感が否めなかったキャラの一体ですね。次行きましょう。さあ続きまして、シグルズですね。シグルズもこれ実装当時はトゲドロップ目覚め上書きできるからめっちゃ強いんじゃねって言ってね話題になったんですけど、結論から言いますと、このトゲ目覚めがあの普通の敵のトゲ目覚めよりも凶悪でえぐい量のトゲ降ってきたんで、あの本当にすぐ使わなくなりました。こいつの原因はトゲドロップ目覚めやばすぎたことです。まあ、ダブル吸収無効スキルもね、あのすごい面白かったんですけど、トゲ目覚めやばすぎて本当に使われなかったですね。実装当時は意外と使えるんじゃないかみたいな感じだったんですけどね。ただ一応シグルズは実はね、この進化前の方が結構強いので、まあそれは救われてるポイントになるかなと思います。正直なんならこの進化前の方がね、2ターンで5コンボ加算、自分ドラゴン攻撃タイプの攻撃 1.5 倍に回復還元が2ターンで出てるんでね。なんならこっちは結構強いので悪くはなかったかなと思いますけども、本当にこのトゲ目覚めが凶悪すぎて使われなかったキャラの一体だと思います。次行きましょう。さあ続きまして、遊戯10代です。このキャラもスキブさんの25ターンダメージ無効キャラでね、変身できて、浮遊無効感10強3つ L 字持ってて、スキルが3ターンで上限70億、ロック解除、両端光生成持ってたんですね。リーダースキルも光の HP4 倍、光ごけし攻撃27倍、10% 軽減。そして3コンボか3固定1ダメージと、意外とリーダースキルも面白くて使われるんじゃないかみたいな感じでね、10代必死に3体取った人も多かったと思うんですけど、まあ、結論から言うと、本当に使わんかった。これマジで去年一番使わなかったんじゃないってレベルで、去年もはや一昨年去年かで、マジで使われなかったですね。これもう当たり前っちゃ当たり前なんだけど、なんか、ま、上限70億6回上両足生成は悪くはないんだけど、結局リーダースキルも3コンボ加算だし、なんか全てにおいて使い勝手が悪かったんですよね。かといって攻略でも使わないみたいな。だから
当時はこれもしかして周回で強いんじゃないみたいな感じでね取られましたけど、もう当然この後超つなげし関係になっていきますし、マジで使わなきゃキャラの一体ですね。はい、まあ一応武器が実は強くて、光属性追加チーム HP 3つ L 氏と、あの武器は強いんで全然耐えてはいるんですけどね、ただやっぱり使われなかったキャラの一体ではあるかなと思います。さあ次行きましょう。さあ続きましてガルフです。ガルフ交換可能キャラで、バインド10強3つの15ターン延伸のキャラです。20% 以下でね変身できるキャラでちょっと変わってるんですけど、このキャラバインド10強4つ 50% 以下強化3つ持ちでえっぐい火力持ってるんですよ。でさらにスキルも HP1 になってしまう代わりに1ターンダメージ無効貫通、1ターンダブル吸収無効が4ターンで打てますと。4ターンで無効貫とダブル吸収無効を対策できるんですよ、自称あるとはいえども。リーダースキルも闇5消しダメージ半減、攻撃27倍、3コンボか3固定しダメージ、闇の HP2.5 倍と、 HP2.5 倍半減強くねみたいな感じでガルフね交換した人も結構いたと思うんですよ。ただユーコルチャンネルはもうこれは当時からガルフは使わねえって言ってね、もう言い切ってたと思うんですよ。もうそのまさにその通りで、ガルフは使わねえ本当に。いやこのねスキルもすごい面白かったんですけど、やっぱ結論から言うとこの変身時のだるさもありますし、あと単純に火力特化とはいえども耐性も何もないのが痛すぎ、うん、今の時代じゃなんていうの、このぐらいの火力出るキャラ普通にいるんですよ。10強4つ浮遊持ちとか全然いるんですけど、火力出す条件もねこれ10強4つ 50% 強化だけなんだけど、他の覚醒全くないし、結局スキルもねなんかこの使いづらさによってもう本当に使われずに終わった感じはありますね。まあ、せめて相性のいいリーダーが出ればワンチャンあったのかもしれないんですけど、まあもう本当に全くと言っていいぐらいに使われずに消えたキャラかなと思います。はい、っていう感じがガルフです。これも悲しいキャラではあったね。次、さあ続きましてリーベです。リーベはバインドスキブ2個封印持ちで20ターンで変身できるキャラなんですけど、まあ、2ターン激減変身できます。変身後はバインド封印、バインドお邪魔封印 LG2 つ5色攻撃4つにスキルチャージにガドブレ持ってるんですね。でスキルチャージ持ってるキャラなんですけど、スキルが6解除盤面を6色陣変化、6ターンダメージ軽減が10ターンと、スキルチャージ持ってて6ターンダメージ軽減が10ターンだから、つまり毎ターン5色化粧していれば6ターンの軽減ループが5ターンで打てることになるんですね。だから軽減ループワークとしてすごい強いんじゃないかみたいな感じでね話題になりましたが、シンプルに使われてません。リーベはすごいシンプルです。シンプルに使われてません本当に。なんでなの？わからんけど、他色においてもあんまりリーベを入れることはもうほとんどなくて、なんなんすかね。ただもう本当にすごいシンプルに使われてないキャラです。性能も悪くはないかもしれないんだけど、まあ、そもそも今軽減ループキャラって強いキャラ多すぎるんですよね。例えばハロウィン距離だったらね、あの2ターン属性吸収無効に軽減ループできたりとか、まあ、チャコルもね、アシストも回復できて6解除で火力も出したりとかね、まあ、やっぱその軽減ループ強いキャラがあまりにも多いということもあってですかね。まあ、確かに実際ハロウィンチャコルとか実装されてますからね。ただなんか軽減ループとして悪くはない性能ではあったにもかかわらず使われなかったキャラってちょっと悲しいキャラですね。はい、次行きましょう。さあ続きまして10体目ホンダです。ちょっとこれね、癖強いキャラなんで、なんでホンダと思う人いるかもしれないんだけども、当時ホンダも6解除上段2列水生成、水泥強が4ターンということで、あれ意外とね水の超つなげ周回で使われるんじゃないかみたいな感じありましたけど、マジで全く使われず消えましたの本当に。まあ三枝とかもしかもこの後実装されて6解除中央2列水生成みたいにできるんですよ。そしたらもう本当に使わねえじゃんってなって、本当にすぐ消えました。まあ、一応進化前がまあなんダメージ無効貫通で使えるんでまだ耐えなんですけど、マジで進化後使えるんじゃないかみたいな、あったんですけど本当すぐ秒で消えましたね。もうこれ加工した周回勢は結構悲しいキャラっていう感じ。ちなみに僕はもちろん4体加工しました。めっちゃ悲しいんやけどほぼ使ってません。さあ続きまして11体目から15体目までちょっとサクッと一括で話していきましょう。まず11体目リンシアです。これ当時黒メダル使って交換した人もすごいいると思うんですけど、まあ、結論から言うと多色のぶっ壊れがこの後実装されまくるんですよ。赤座とか、まあ、それこそクリスマスアルジェとかラフィーネキティとかどんどん多色がぶっ壊れていってマジで使わなくなったって感じですね。まあ、浮遊5色攻撃4つは悪くないしね。まあ、スキルも6解除盤面7色陣変化覚醒無効全回復が3ターンと、リーダースキルも5色同時77パワー経験3コンボ加算毒化猛毒消すと攻撃40倍固定したメージ悪くはないんですけど、まあ、やっぱあまりにもこの後実装される赤座っていうキャラに全てを破壊されちゃってマジで全く使わなくなりましたね。
赤座の実装が12月末とかなんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、本当にすぐ消えたキャラって感じですね。実装当時は悪くなかったよ。なんならリンシア3体作った人もめっちゃ多いと思うんだけど、まあ、正直今は全く使わないですね。マジで1ミリも使わなくなった。もう完全に消されたキャラって感じですね。はい。で、まあ、次だれいこう。じゃあ次ミニティフォン行きましょうか。ミニティフォンはダンジョンのね、ボスキャラで意外と強いんじゃねっつってね、ミニティフォン4体作れみたいな風潮あったりしたと思うんですよ。まあ、結論から言うと、マジで使ってないね、これ。火水光闇回復五色時変化1ターンヘイストでね、まあ4体ループできるからおもろいみたいな感じではあったんだけども、これ結構昔のキャラだからね、性能は控えめなんだけど、これ当時強いって言われてたんですよ。レアリティ26以下の場合、攻撃5倍、4色同時撃炎攻撃5倍と、悪くはないって言われてたんですけども、本当に結論から言うと全く使わんかったね。何なんだろうね。なんで当時強いって言われてたかも結構謎なんだけど、まあ案の定全く使われずに、もう本当にその当時ちょっとネタになったぐらいでネタキャラとして消えていきました。で次13体目、これハローキティです。バインドスキブ不毛、バインドスキブ封印、雲操作負荷、お邪魔プラス、暗闇プラス、毒プラス、なんと衝撃の5主体性持ち。こんなんぶっ壊れちーたんけー。どこで使うねん。まあ、これも実は原因があって、武器がどんどんインフレして耐性をね、積むのがすごい簡単になっていったんですね。だからこそ母体のキャラっていうのはサポートか火力に特化するのが今のパズドラのメタなので、もうそのメタに歯向かって耐性5種持ちキャラは全く使えません。まあ、6ターン強化目覚め、消せない場合の覚醒無効全回復、まあ、悪くはないですね、使わないけど、うん、っていう悲しいキャラですね。さあ続きましてキメラです。これも結構昔のキャラなんだけど、バインドスキブ3色攻撃7個持ちで軽く出せますと、この当時海量が強かったんですね。海量が強くてレアリティ4で2ターン闇ダメージ無効、1ターンダブル吸収無効が8ターンで打てるということで、レアリティ低くてダブル吸収無効を対策できて、まして闇ダメージ無効もあるから強いんじゃないかみたいな感じでね、一時期話題になりましたが、まあうん、ほぼ使わないですね。まあなんか低難易度編成とかでちょっと活躍したぐらいで、まあ官僚が消えたんで、うん、官僚が消えた場合どうしようもできないんですよね。当時カイドウ強かったんですけど、ウルトナに完全に消されたんですよ。ましてや正月フェルルとかウルトナとかいたんで消えたんですよね。でカイドウ消えたってことはキメラは当然消えたんですけど、カイドウ消えるまでの期間が早すぎて、まあ、ちょっとキメラ取った人は悲しい気持ちになったかなって感じ。ラストがメタルアンタです。これすごい無効感生成でおもろいんですけど、まあ当たり前なんですけど、今のパズドラって超つなげし環境だよね。メタルアンタレスも無効感生成ループですごい面白かったんですけど、まずロック解除もない、だから芝だらでいい、ましてや超つなげしどんどんぶっ壊れていって周回の環境に飲まれた感じは否めないですね。まあ弱くもないんですけど、周回環境が今インフレしまくってるんで、メタルアンタレスも秒で消えたって感じになります。まあ、っていう5体ですね。これが11体目から15体目までとなっております。さあ次16体目いきましょう。さあ続きまして16体目、キャプテンアメリカアイアンマンです。これね、共感できる人絶対いると思う。武器は強いんで、ちょっとこれややこしいんですけど、キャラとしての話ですね。バインドスキビオン封印指、浮遊10強3つ無効感と持ちで火力持たせて、スキルが2ターンダメージ軽減、6回3色陣変化、その後1ターン無効感2、6回3色陣変化ということで、軽減ループでね、三色陣ループができてね、無効貫通もあって、あれこいつめちゃ強くねってなってたんですけど、なんか一瞬で消えましたね。これなんでなんだろうね。別にアメリカンループって弱いわけじゃないんですけど、やっぱまず一個は所持率が低いというところで、もう一つは、まあ、シンプルにやっぱリーダーのインフレがすごい最近激しいので、まあ、環境のインフレに飲まれたっていう感じではあるんですけどね。まあ実際まあそうだと思うんですけど、僕も。まあなんか、当時からすごい強くて、未だに軽減ループ無効感で6回と3色陣ループ3体でループできるのすごい強いと思うんですけど、すごい強いと思うだけで環境には飲まれてますね。となんか、別に弱くはないんだけど、シンプルに環境に飲まれて使われてないイメージが否めない、正直。武器はどっちも強いので悪くはないんですけどね。正直、あまりにもキャラに関しては環境キャラに飲まれたなっていう感じ。まさかここまで早く使われずに消えるとは思わなかったですね。まあ、なんか相性いいキャラ出ればワンチャン復活の可能性はあるかもって感じです。さあ続きましてイライザです。イライザは20ターン変身、ダメージ無効変身で、
バインドフインクライミー指2つ10強打つ冬、まあ、これ当時こんな火力強くなかったんですけど、まあ、火力も出せるから悪くないと。でスキルも落ち込んなしランダムドロリフに5ターン上限80億が、まあ、当時5ターン今4ターンなんだけど、まあ、当時5ターンでね上限80億ループドロリフがあってめちゃくちゃ強いやみたいな、上限80億ループできるからみたいな意見もあったりしたんですけど、リーダースキルも光にコンボで攻撃18倍3コンボ加算固定1ダメージダメージ激減ドロップ消し去り攻撃って言われて、リーダースキルもすごい火力出せるから強いねみたいな感じだったんだけど、まあ、これ当時僕はあんま強くないよって話をしてたはずなんだけど、実際なんでかっていうと所詮上限80億出るとはいえども副属性しかないから火力低いんですよ。所詮上限80億って副属性だけなんで普通のキャラの上限解放素材の方が火力出るんですね。そうで、リーダースキルに関しても悪くはなかったけど、まあ使うかと言われればマジで使わない。なんか性能的にはすごい面白いから意外と強いんじゃないみたいな感じで取った人も多かったと思うんだけど、実際現実的にはほぼ使わなかったっていうすごい悲しいキャラですね。イライザーは特に話すことないです。なぜならもうシンプルに使われなかったから、そういう悲しいキャラですね。次行きましょう。さあ続きまして城太郎ですね。このキャラも実装当時はちょっと使えたんですよ。バインド封印スキブッツボイスもその26ターン変身でね使えたんだけども、変身後バインド封印10強5つボイス持ち、まあ、火力も出ますと。スキルは3ターンで5ターン時を止め10コンボ以上するとダメージ上限99億と。リーダースキルは攻撃タイプの全パラ 4.2倍、3色同時で3コンボ加算固定1ダメージ10コンボ以上で攻撃力8倍と。まあ悪くないリーダースキル持ってはいたんですけど、じゃあなんで城太郎が使われなかったかっていうと、まずやっぱスキルの弱さっすね。上限99億はすごい強いんだけども所詮それしかできないんで、なんかね耐性とかギミック耐性とか何もできずにただ上限99億出すだけだから、せめて変換ぐらいあればワンチャンあったかも。まあ覚醒もすごい強いしリーダースキルも悪くはなかったんだけど、当時街道環境においてわざわざ城太郎使わなくてよくねっていうのは正直否めなかった感じはありますね。別に城太郎は弱いってわけじゃないんだけど、正直カイドウに比べても微妙だしディオに比べても弱かったので、まああんまり使われずに終わったキャラだなっていう感じはあります。まあ実は城太郎ねこっちの形態はまあまあ強かったりするので、あの厳密にはこっちで使えたりしてたんですけど、まあ、やっぱりこっちの変身のキャラ形態をね取った方がいいよ、リーダースキル上限9、リーダースキルじゃないわスキル99かっておもろいよみたいな感じだったんだけど、あんま使われずに終わったかなっていう感じ。さあこのまま19位もいきましょう。そしてもう一体がディオです。まあ、スキビオ26ターン変身3ターンチェーンのキャラで、4色攻撃6個で火力出せますと。で、さらに9ターン、9秒時を止め、4色同時攻撃すると上限99億が3ターンで打てて、まあ、3ターンで打てる上限99億解放スキル持ちと。で、まあ、リーダースキルもね、悪魔タイプ全パラ 4.2 倍、4色同時攻撃9倍固定1000万と、悪くはないリーダースキル持ってるんですが、ディオに関しても全く城太郎と一緒で、火力は出るんだけど、やっぱりスキルが弱い。上限99億が出るとは言っても変換もなんもないんですよ。所詮99億出るだけの人なんですよね。だからやっぱスキルがすごい中途半端で、まあ、使われなくなったなって感じはある。まあリーダースキルもね全パラ 4.2 倍9倍固定1000万悪くはなかったんですけど、このディオに関してもやっぱりスキルが弱くて、所詮は実装当時は使われたけど、まあ、やっぱすぐに消えちゃった感じは否めないかな。まあ、何よりカイドウがねやっぱね、あの結局火力も出せますし、やっぱスキルが上限80億6解除6色陣持ってたんですよね。所詮6色陣持ってるカイドウがやっぱ強くて、だったらカイドウでよくねみたいな感じでね、ちょっと消えた感はあるね。まあ、リーダースキルもやっぱねレアリティ縛りがあったとはいえども、カイドウって全パラ5倍ありましたからね、やっぱ全パラ5倍には勝てんかった。ディオも城太郎も悪くはない性能してたんだけど、実装されてから結構すぐにもうあんまり使わなくなったって感じ。まあ、そもそもカイドウも消えたんで、まあ、そこら辺全部消えた時点でディオと城太郎もすぐ消えちゃったなっていうね。実装当時から弱かったわけじゃなくて、実装されてから周りの環境に飲まれたりとかっていうので消えたキャラの1体2体って感じでね、ディオと城太郎ピックアップされております。さあ次行きましょう。さあということでラスト1体はもう絶対これ、俺は絶対このキャラを入れるということで、ローコーです。はい、マジで運営はこのキャラを大炎上させて集金しようとして実装したくせに弱いっていう、もう終わってるキャラ。ましてやこのローコーって御影に交換できたんですけど、この後御影が実は活躍するんですよ。闇の短縮が少し流行って御影意外と使えるじゃんみたいな感じで少し流行ったんだけど、ローコーはウルトナロイヤルがすぐ消えたこともあり、そもそもウルトナロイヤルが流行ってる時ですらあんまり使われてなかったイメージ、城之内でよくね感は否めなかったですね。まあ、火力出せるところも悪くはないですし、スキルもね、当時7ターンだったかな、6解除5食陣に1ターン後に発動1ターンダメージの6ターンだったっけ6ターンか
で、まあ、打てて、まあ、ダメージ無効が打てると1ターン後に発動1ターンダメージ無効で。だから割合対策ができるということで、すごい面白い性能はしてたんだけども、まあ、単純に、リーダーがウルトのロイヤルほぼ使われなくなりまして、どんどん変わっていったんですね。だから、ダメージ無効キャラとしてあまり使われなくなったなっていう感じです。まあ、実は、このロンコはネタパーティーとかなら意外と未だに使われたりするので、厳密に全て消えてるわけではないんですが、まあ、一般的な攻略編成からは、あれだけ大炎上して話題になったにもかかわらずすぐに消えたっていうキャラ。だからましてや、見かけをローコーにした人っていうのは、もうちょっと結構本当に後悔してるんじゃないかっていうレベルで、見かけの方が活躍してる感は否めないですね。まあなんかこういうね、すごい当時は強かったけど弱いキャラたくさんいるんでね。まあパズドラでキャラをゲットするときはね、将来性も考えてぜひ確保していただければなと思います。ということで今回はですね、みんなが頑張ってゲットしたにもかかわらずすぐ消えたキャラをね、紹介していく動画でした。まあぜひ共感できた人は高評価お願いします。そしてね、もしよかったら皆さんの消えたキャラコメント欄に書いていただければなと思います。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。